君です。よちタイムです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日これライスシリカ。ライスプラス乳酸菌というか謎のなんなんそれ。グミ。グミ。美容と健康に欠かせないシリカ。もう俺らにもってつけやな。もってつけってなんだよ。もってつけたら初めて聞いたけどそんなことあったっけ。もってつけ持ってこいとかそういうのと分かるけど、もってつけもってつけじゃない何やったっけ。もってこいじゃん。俺らにもってこいや何もってつけって体の全ての細胞に存在する唯一の栄養素、体内で作ることができず20代ピークに減少し続けますというのがシリカらしいです。で、まあ、このグミ中は黒い色をしてるらしいですよ。でこれはライスシリカが入ってる証ですということで、ケースが 40mg、 乳酸菌が400億個。なんなんそれ。400億個入ってるらしい。乳酸菌それめっちゃええやん。400億個でヨーグルト味ということで、ちょっと食べてみます。そうお前その横でヨーグルト飲むのやめて。なんかずれるやん。なんかぶれるやん。なんかはいこれこれはいあ、ヨーグルト匂いするよでも。うん、いただきます。うまい。うまいな。うまいな。結構固めをねやってる。うまいなこれ。うまいなこれな。ケース体にいるんやね。4粒食べなあかんねんて。そうなの。あと3粒食べな。食べよう。早く早く。これうまいこれうまい。いやこれうまいって。うまいな。これうまいって言いました。早く。三粒出すわ。はい。あと三粒。食べることにどうやって。うまい。うまい。これうまいな。うまい。でもこれ12粒しか入ってないって。だから3日で終わる。4粒で1日分のケースな。うまっ。うまいなこれ。うまいな。なんなんこれ。なんこんな色やのにうまいよ。めっちゃこんな色まずそうな色じゃない。まずそうな色してるな確かに。あれやっぱヨーグルト味がうまいよ。一粒で乳酸菌。うまっ。いやそれ寒天入ってもぶれる。これ一粒で乳酸菌100億こうやって。100億でやばない。一粒で100億。うまいやな。え？それやばいな。え？なんや乳酸菌何番入ってるの普通。ちょっと待ってな。謎の食い物これ。これうまいけど。これ乳酸菌入ってない。入ってない。赤やんじゃそれ。発酵乳って書いてある。これアマゾンでも売ってませんね。これ謎の商品ですね。アマゾンも今調べて売ってないです。謎の商品ですこれ。なんでなん？なんで？どこで売ってるんじゃこれ。大阪府の寝屋川市で作られてるよ。幸福米国株式会社って。大阪府の会社ですよ。なあこれなんかお腹いっぱいになるな。4粒食べただけで。いやもともとお腹いっぱい。じゃあ俺はほんまにお腹いっぱいからその食べ物に対するそのコンディション悪いよマジで。コンディションが悪いなんかさっきから。センズみたい。こんなドラゴンボール。元気になるこれ一個で。なる。しんどいななんかもうお腹いっぱい俺ちょっとしんどいやけど今。まあなんかケースは入ってるということで味はうまいですよ。味はめっちゃうまい。でケースがなんで必要なのか僕ちょっとわかりませんけど。ケイ素って何の役割してんの。ケイ素なんかまあわからん。体にいいらしい。体にいいらしい。いいらしい。皆さんぜひ食べてみてほしいなと思います。ではこの間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたら聞いてくださったということはチャンネル登録です。それでは続いてもありがとうございました。何やねんもう。